プリマポルタのアウグストスプリマポルタのアウグストスは古代ローマ帝国初代皇帝アウグストスをモデルとした中でも最もよく知られている大理石像。アウグストスの妻リウヤ・ドルシルラが隠居していたプリマポルタのリウヤのビラートから1863年に発見された。プリマポルタの故障は発掘地に由来する。現在はバチカン美術館に所蔵されている。 アウグストゥスの大理石像は数多く作られたため、現在にも少なくない数が残っているが、このプリマポルタのアウグストゥスはそれらの中でも特に保存状態が良く、ほぼ完璧な形で発見されている。このため、アウグストゥス像の様態からのグループ分けでも一つのグループの基準として使われている。この群装のアウグストゥス像は、その彫刻としての評価も非常に高く、しばしば、 ローマ美術の代表作に挙げられる。作られた年代はアウグストゥスが権力を確立した、紀元前28、27年以降と考えられており、それ以前のタイプがヘレニズム美術の影響が強かったのに対し、このプリマポルタのアウグストゥスが代表するタイプは、古典ギリシアの理想主義的な要素が強調されている。作られた当時は彩色されていたことが知られているが、 発掘された時点ですでに現在と同じように、この彩色は失われていた。しかしそのことが逆に素材として使われた大理石の風合いを生かし、像に重厚さを与えている。アウグストゥスが身につけている甲中には、ローマ軍団の象徴たるワシバタがローマに変換される場面が浮き彫りによって描かれている。このワシバタは、マルクス・リキニウス・クラッスス、または、 マルクス・アントニウスがパルティアとの戦いで失ったものとされ、アウグストゥスがパルティアからは柴田の返還を受けたことをモチーフに描かれている。アウグストゥスはこうした功績を自らの像の形で記すことによってパクス・ロマーナの到来を象徴的に示そうとしたとされる。また、アウグストゥスの足元には女神・ウェヌスの子とされるアモルが配置されており、アウグストゥスが カエサルの養子となることで属したユリウス氏族の女神に連なる血統を連想させる。ユリウス氏族はウェヌスの子孫であると主張していた。ありがとうございます。